そっちがその気にさせたんじゃねえか。私知りません。勝手なこと言わないでよ。いいからこっち置いてって。何にもしないんだからさ。嫌です。何を。おい、この野郎、舞ちゃんこっちに渡せよ。口の聞き方を教えてやる。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。消えなさいよ、この酔っ払い。くそ、知るか、ナッパス。ありがとうございました。あの親父超しつこくって。あ、私、舞って言います。あの、もしよかったら、すぐそこにいいお店があるんです。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。美人の誘いは断らないことにしてるんだ。そんな、美人だなんて。でも、よかった。ここ、私の行きつけの店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って酔うと男の人に甘えちゃうんですよね。だから気をつけるようにはしてるんですけど。お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。私、男はやっぱり強くなきゃダメだと思うんです。その点、お兄さんは凄みもあるし、ワイルドだし、なんか好きになっちゃいそう。お兄さんは、舞のこと、どう思います？かわいいよ。食べちゃいたいくらいだ。本当ですか？やだ、恥ずかしい。けど、嬉しい。舞は、今が食べ頃だから、お兄さんみたいな人に食べてほしいの。遠慮しないでね、舞のおごり。乾杯しよう。二人の暑い夜に。ああ、乾杯しよう。すごい、強いのね、お兄さん。きっとあっちの方も。私ね、お兄さん、ここんとこついてなくてさ。男運が悪いっていうか。でも、それも今日でおしまいかもね。私、今夜はいろいろ忘れたいな。だから、もう少し付き合ってね。乾杯。ああ、乾杯しよう。お客さん、大丈夫ですかい？おい、おい、なあ、あんた、大丈夫か？やられたな、あんた。あの女、ぼったくりのキャッチだったんだよ。この町じゃよくあることさ。ま、勉強代だと思いなよ。